新藤原駅は、栃木県日光市藤原にある、野岸鉄道と東武鉄道の駅。東武鉄道の駅番号は、TN58。東武鉄道及び、大手市鉄の駅としては最も北に位置する。東武鉄道鬼怒川線と、野岸鉄道合図鬼怒川線の2路線が乗り入れ、その分解駅となっている。野岸鉄道の管理駅。 特急や SL 列車は2駅手前の絹川温泉駅で折り返す列車がほとんどで、東駅まで運転される特急列車は、朝の東駅発2本と、野岸鉄道直通の、リバティ、アイズのみである。リバティアイズ、快速、アイズマウントエクスプレス、普通列車ともに、東部野岸鉄道を直通する列車が多く、2社の分解駅ではあるが、途中駅としての性格が強い。 ただし、野岸鉄道合図絹川線は2両編成が原則のため、東部線下今市方面から運転される4両編成の普通列車は当駅で折り返しとなり、合図絹川線方面へは乗り換えとなる。パスモ対応間 IC カード改札機が設置されている。野岸鉄道はパスモエリア外であるため、交通系 IC カードで入場して、 東武線から東駅北の合図絹川線方面へ継続乗車した場合、車内、または着駅で、新藤原からの運賃を現金生産し、後に対応する駅において、東武鉄道分の生産及び出場処理をすることになる。合併前の藤原町及び大技の読みは、藤原であり、駅名と異なる。島式ホーム2面3線を有する地上駅。駅舎は、 線路の西側にあり、1.2番線ホームと直結している。1番線ホームは駅舎側に車止めがあり、当駅始発の特急、ギヌはこのホームから発車する。ただし、特急の当駅始発列車は、現行ダイアグラムでは上り2本のみの設定で、下りの当駅終着列車は設定されていない。駅舎と3.4番線ホームは、校内踏切により連絡している。 二番線ホームと三番線ホームは同一線路を共有する。下今市方に当駅で増解決を行う車両を留置する。留置線が2線存在する。乗車券類は野岸線、東武線とも出札窓口で発売する。両社とも相互直通人員を含んだ値である。減少傾向が続いており、特に東日本大震災が発生した2011年度は両社とも 前年度比20%以上の減少を記録した。近年の1日平均条項、乗車人員の推移は以下の通りである。日光市役所藤原総合支所は、鬼怒川温泉駅が最寄りである。国道121号沿いに停留所がある。停留所名は、日光交通が、藤原、日光市営バスが、新藤原駅前。2事業者とも同じ場所に、 ボールが設置されている。市営バス、絹川温泉駅行きは校舎専用停留所につき、当停留所から乗車不可。ありがとうございます。